はい、源泉層をやっていきますということで、今日はね、このね、ギルドのね、この弊社についてね、ちょっと軽く話していこうかなと思います。少し前にさ、まあ、動画でも触れてますけど、ちょっと今見れるかわかんないですけどね、前すぎるんでちょっと見れるかわかんないですけど、ちょっと前すぎてないかな。まあ、あれなんですよね。弊社のさ、あの、食料庫、枠がさ、もともとなんか最大4万5千だったらしいんですけど、しのちゃんの4万5千まで一応開放してるんですが、これね、1000ずつ上げていくのに、原動石ね、消費するんで、結構な原動石を消費するんですけど、とりあえずね、4万5000まで上げれれば、大体ね、4万5000まで、食料あると、ちょうどね、12時間くらいになるんですよ。だからこれでね、全然満足だったんですけど、ただ12時間だとね、たまに切れるときは、まあ、あるっちゃあるんですけど、今日ね、何気なく、この拡張をね、押してみたんですけど、したらまさかの、4万、ね、前回の最大上限は4万5000だったんですけど、解放されてね、確か9万5000だったかな、最大。忘れちゃいましたけど、今回からはね、4万5000以降は、1万っすね。1000ずつじゃないっす。1万。しかも、1万なのに、原動石はたったの500で済むようです。だからね、今日はね、せっかくだから動画撮ってるんで、まあ、ぶっちゃけこの、今現在の4万5000でも満足っちゃ満足なんですけど、たまに切れる時あるんで、しかも必ず、確か9万5000まで拡張されたと思うんですけど、そこまで拡張したってことはね、どうせ今後何かしらあると思うんで、あの、弊社のかけら、倍速パスみたいなのが絶対来ると思ってるんで、まあね、やってもいいかなというところで、いきます。5万5千、いきます。なかなかね、ここまで上げる人もね、少ないと思うんで、まあ、いいかなと。5万5千に上げると、いいじゃん、いいじゃん。14時間20分くらい。これさらに拡張すると、お、すごい。500っすね。また500っすから、次ね、6万5000。ってことはこれ7万5000、8万5000、9万5000かな。確か9万5000だったと思うんですけど。だからマックスまで上げるのはね、このまま原動石の消費量が変わらないのだとすればね、2万5千なのかなっていう、あ、2万じゃ、2500原動石でね、9万5千までいけるのかもしれないですね。さすがに、今もう14時間あるんで、さすがに14時間あればね、なかなか切れないかなと、思うんで、まあ、ただね、まあ、なかなかめんどくさいですからね、なんていうの、いちいちさ、結構ギルドのこの、タグってあんまりタップしないじゃないですか。あの、補給するの忘れてて切れちゃうこと。ゲーム自体はやってるけど、補給忘れてね、切れちゃうことがね、結構あるんで。いや、もう一回行こうか。6万5千。これで、16時間。これ24時間くらい行くんじゃないかな。やっぱ次も500。消費原動石500なんで、もう一回行こうか。7万5千。これ20時間くらい行く？あ、19時間30分。これ8万5千、もう行っちゃおうか。8万5千、22時間。じゃ、9万5千、もう行っちゃおう。9万5000にすると、多分24時間になるかな。あ、すごい。24時間超えた。24時間40分。そんな感じですね。一応、確かね、4万5000まで上げるときは、
1000ずつで、確か一定の限度席じゃなかった記憶あるんですけど、あんま覚えてないですけど、まあ、とりあえず4万5000からはね、1万ずつ上がっていくタイプで、消費限度席はね、500ずつで、どうやらね、済むようです。まあ一応、24時間あれば、さすがに、もう切れることはないかな。これでね、1日どっかでログインして補給すればさ、まあ切れることはないでしょ。うん、そんな感じで。まあ多分、いつかね、まあ絶対来ると思うんですけどね、このクエスト挑戦パスとか、こういうやつらで、かけらの弊社時間短縮パスみたいのがね、販売されると思うんで、それ来たらね、買うかはわかんないですけど、これね、問い合わせにもあげてるんですけど、このパスにさ、限度席がね、ついてればね、買ってあげるんですけどね。うん。この980円だと490個限度席もらえると思うんですけど、このパスにもね、この490個、限度席ついてるとね、買う人も増えると思うんで、うん。その上で、かけらの弊社ね、時短パスが来てくれると思うんで、てか来ると思うんで、うん。それをね、見越して、まあ、あげちゃいました。うん。そんな感じで、ちょっとね、ガチャ10連分なんで、ちょっと痛いっすけど。まあ、いいでしょう。まあ、あとね、一応ね、ギルドメンバー、やっぱりね、まあ、最近始めた人かわかんないですけどね、うん。まあ、ちょっと人数減ったので、今募集しているんで、うん。入りたい人いればね、早いもの順で、別に承認制にはしていないので、入りたければ早いもの順で勝手に入ってって感じですね。一応ね、ランク制限、今80ですけど、これはね、人数で結構コロコロ変えるんで、60にしたり、100にしたりするときあるので、まあ今現在80なんで、うん、そんな感じですね。まあ入りたい人いれば、ギルドバトルとかはね、時間あるときにやってね、くらいの感じなんで、うん。一応ね、弊社は一応5枠空いてるんで、うん。今現在ランク80以上の人であればね、誰でもいいんで、うん。お待ちしております。ということで、うん。どうもありがとうございました。